はい、暇人脱獄ブログです。今日はですね、プラザホテルの、ロビーからタワーザに抜ける道順をレビューしたいと思います。こちらに見えるのが1階のコンビニですね。 ABC じゃありません、プラザホテル内のコンビニです。で、奥に見えるのがロビーですね。で、突き当たりが、JP ストアになります。ちょっと見にくいですか、光ってて。で、こちらから、裏庭に向けて進んでいきます。ロビーから今のところ10秒ぐらいですね。で、進んでいくと、皆さんこのホテルにはやっぱターザ目的の方もいらっしゃると思います。中庭に出ます。こちらがちょうど中庭のプラザホテルのプールになります。こちら両サイドですねに、建物があって、これ両方ともホテルですね、プラザホテルですね。こちらにプールがあります。お子さんでも入れるベビー用のプールもあって、少し大きめのこのプールは深さが、それぞれ異なってまして、中でこう深さを調節している状態になります。で、こちらを横目に行きますとですね、実はこちらのすぐ裏がターザになってるんですが、入り口としてはここから右に入っていきます。で、ターザにはですね、2ドルで借りれるロッカー、それから、ウォータースライダーが多いので、ウォータースライダーで乗るための大きい頑丈な浮き輪で、それは別にウォータースライダーだけじゃなく借りれますので、手ぶらで行ってもいいんじゃないかなと思います。ただ相変わらず日本人はこう場所取りをしますので、寝そべりたい方、荷物を確保したい方は少し早めに行くのがいいかと思います。車の方はこちらがターザの駐車場ですね。で、坂をこのまま登っていきます。まあ、ここまでおよそ2分ぐらいですかね。そうそう、こちらも別のホテルがあります。で、ここまで行きますと、ようやく、ターザのチケット売り場になります。プラザホテル宿泊の方は非常に安く泊まれるようになっています。そうでない方は、大人50ドルぐらい泊まれますかね。2日目は一応謳い文句とすれば領収書ありで半額になるという設定です。フロントというかチケットの手前でおじさんに説明して、手に、テープを巻いてもらうと中に入れてフリーになります。で、非常に大きくてウォータースライダーがいっぱいありますね。ただ PIC のホテルについてますープールに比べれば一回り小さいかなという印象はありますね。まあ、プラザホテルをお泊まりの方は非常に近くていいんではないでしょうか。ちなみにチケットは、ホテルのフロントでも買えます。で、DF ギャラリアのツアーデスクでも買えることができると聞いています。ただホテルの場合ですね、サービス料がちょっと取られるという話なので、少し、ケチりたい方はツアー会社のチケットを買うのがいいかもしれません。暇人脱獄ブログでした。